でここのちょうど合流点なんですけど、ここちょうど岩盤がこう掘れてるんですよね。で水深もあるんですけど、よくそこヤマメついてるんですよね。で直接狙うんじゃなくて、ちょっと上流に振り込んで、その魚がいるであろうポイントに仕掛けを送り込みます。こういうとこはね、だいたいついてるヤマメやる気あるんで、もう何とかすると答え出ますよね。結構口使うの早いですよね。こう岩盤のこう切れ目を狙っているような感じなんですけど、まあトロというよりも深瀬みたいな感じですよね。結構ね、下が砂地なんで、そこをしっかり取るために目印の位置をちょっと必要以上に上げて流しますね。仕掛けの流し方なんですけど、まず振り込み地点ですよね。振り込み地点を自分より上流側に振り込んで、まず自分の正面まで持ってくる間に仕掛けをなじませるんですね。そこから餌優先で流すんですけど、斜めに仕掛けを張って流していってるんですけど、もう一回やりますね。上流側に振り込んで、この時点では仕掛けを立ててます。立てることによってそこに入っていくので、そこで馴染んだところから仕掛けを斜めに、餌が優先になるように流しています。で餌を優先に流すと、糸にテンションが張りやすいので、まず当たりが出やすいのが一つあります。で餌がですね、こうなんていうんですかね、いろいろ複雑な動きをするようになるんですけど、まあ吹き上がってみたりするんですけど、その当たったけど乗らなかったな今、まあ、当たりましたね。でもね、ミミズがちぎれてないんで多分小さいですね。ちょうどね、今岩盤の際流してるんですけどね、こう石が、底石が入ってないんで、おそらくその岩盤の際にこうヤマメがついてるようなイメージですよね。今のやつは食ってこないか。針にね、こうかかってないので、やる気のあるヤマメだとね、また食ってきたりするんですけど、ちょっと立ち位置変えて、この辺ですよね、さっき当たったの。食わないか。